皆さんこんにちは、フェソでございます。桃鉄20周年ね、9年目かな、やってまいりましょう。はい、鹿之助さんね、ぶっ飛びで、とりあえずね、近隣のあれを押さえちゃいましょう。タッコでもいいな。乗り武家ね、押さえたいですよね。こっち押さえよう。ちょっと風神さんじゃない、アシュラさんにね、ちょっと買われる恐れあるんでね。当然なすりつけに行く。ああ、もうやりか、いいカード引くよね、エンマさんは。さ、では行きましょう。あ、やってもうた。でも黒石いけるか、よしよしよし、抑えた。もう離脱せなあかんっていうのに。ああなるほどね、下へつけに行ってくれたか、これはラッキーだ。シュラさんは遠ざかっていくわけね。おお、OK カードバンバン手に入れてくじゃないか。サイトの完熟マンゴーがね、美味しい季節ですと。宮崎県知事ね、某そのままさんですよね一躍有名になった完熟マンゴーですね。完熟にこだわり、自然に枝から落ちる瞬間をネットで受け止めます。トロピカルで濃厚な甘みや値段の高さも仕方ないかと思わせるほど上品ですと。ほい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 、ちょ、ここは近づいとかないとね、そろそろ。おい、14、あんまり近づきすぎるとね、自分のあれになっちゃうから。ここ行こう、天道ね、乗り武器あるんで。よしよし、マジか、刀狩りカード飛ばされた。なるほどね、そうか、あれが妨害系になるからか。きついなはい、弘前の、海鮮太巻き屋がね、大人気ですと。かんぴょうの入った太巻きと違って、すべての具が海鮮。ロールケーキのような大きさに、マグロ、ホタテ、イカ、白身、シャコアナゴ、コハダ、カズノクウニ、イクラ、トビッコなど、まさにお寿司の十二一重。いいですね、私お刺身大好きやからね。特急では16は厳しい、10か。宇都宮あれやしね。カード拾いに行こうか。なくなった。ほい、OK。地方用カードありがたいな。もうあんなとこ行くんや。で、赤マス行くと。で、急行周遊ね。ナルゴ行ったか。なるほど、アシュラさんは結構会い始めたね。
はい、では12マスだけど8月ね、弘前市の岩木山の、これなんて言うんだろうね、ごく君でいいのかな、標高 400m、 あ、だけか、だけ君ね、だけ高原で、栽培されるトウモロコシはお盆明けに登場する。の生でも食べられる甘さは野菜というよりもフルーツですと。だけトウモロコシか、へー。さあ、ここはもうちょっと一発狙って望みでいっちゃいましょう。クリア。21いけるか。あ、いけるいける、よしよし、ポイントかないとそろそろね。しかも全く抑えてない場所やった。はい、高崎。はい、おーし、すこくじゃないか。おい、何の記念だ。ああ、50年目ね。おお、オッケーオッケー。おお、新幹線周遊ありがたい。ああ、なるほど。ああ、貧乏神つけたまま生きよった。やるなぁ。へっちゃらカードね。ああ、でもこれはね、しばらくちょっと、あれすべきよね。泳がしとくべきよね。はい。ああ、朝日カード勢ね。入場者数は304万人、2006年、今ってどれくらいなんだろうね。上野動物園が364ね、毎年100万人ずつ入場者数が増えているので、上野動物園の奥のは時間の問題かと、ということですね。閉園する動物園が多い中、注目の的の動物園です。まあ私どもはね、まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、私はちょっと関西の方なんでね、まあ動物園といえばどこだ、あ、こう、三宮の近くにある王子動物園とかね、天王寺動物園で、もう一個はあのポートアイランドかな、あれね、あそこにあるなんだっけ、あの神戸動物王国でしたっけね、あの辺とかね、あのちちびさん連れてよく行きますけどね、ペンギンオラウータン、ホッキョクガマ、目の前に動物が人間を見ているみたいとね、動物を見る動物園ではなく、動物が生活している中に人間が入っていく、そんな感覚が、人気を集めているようですと。はい、あ、信長さん、おお、いいいいね、悪いよったね。ぜひ回し。さあ、ここはね、ちょっと新しく入った新幹線カードで、よいしょ、16。あー、中津川行けないのか、駒ヶ根も行けない。こっちだっけ、あー、そうやね、こっち行こう。ここでね、ちょっとこれももうなくなりそうやからね、これもいらんでしょ、地方へカード入るからね。で、お払いカードで、ここで、もう定期券をバンバン買っちゃおう。あと、伊達政宗さんが出た時に新幹線かね、うん、あれにしてくれるから、望みカードにしてくれるからね。なるほど、そう言うてた神戸ですね。さあ、10月、おい、あー、明石のたこ焼き屋さんね、何パーセントに上がるんだろう。
おお、120%か。まあこれ1個だけなんだけどね。おお、来た。よしよしよし。うん、離れておりますね。これ北海道でしょ、新潟でしょ、中津川って真横でしょ、五所川原も北海道だよね。あー、青森か。ね、名寄も北海道、長万部も北海道で、浅草東京、八代か九州ね。ここやったらまあまあ近づけるのか。よし、こっち行こう。四国、四国がなかったね。あー、まあまあまあ、いっか。はい、11、ああ、ちょっと離れましたよね。こっち、なんか入らへんかな。おい、ああ、しょぼい。しょぼい。これはごめんなさい、失礼します。カードも1枚か。うわっ、まずいやまずいやそれ。ボス丸儲けは。え、おお。10。ああ、なるほどね。アシュラね、急行カード好きですからね、アシュラさんは。さあ、11月ね。はい、あ、森のイカ飯やね。イカの中にもち米とうるち米を混ぜて、生米のまま炊きますとね、柔らかくて美味しいイカ飯はデパートの駅弁フェアでも常に一番人気ですと。はい、おお、物件通るか。どこ？あー、なるほどね、県知事が、あっちで県知事グッズ来たけど、残り11バスですね。超えちまった。しかも行けないな。あー、どっかないかな。ん、あ、唐津行けるか。佐世保、あー、佐世保は全開できないね。唐津だった、行ける。全開しましょう、ここで。はい、カードか。おお、一気に来た。萩行かなかったね。おお、カーブかのも出たけどね。あ、ビンゴカードか。まだね、私ビンゴカードもらってないんですよね。ああ、あそこだね、桜島のとこのみかんでしたっけね。おーい、よいしょ。あー、全然届かねえ。ゆふいべっぷ、あ、こっちの方が、うん、ちょっとだけ安いね。よし、まだアシュラさんがだいぶ近づいてきとるからね。夫人さんが坊主丸儲け使ってこないのがせめてもの救い。やり合ってるからね。五所
五所川原の揚げたい焼き屋さんね、これは出たのかな、ね、あんこの入ったたい焼きをね、じゅーっと油で揚げて、その上に砂糖をまぶすとね、揚げたいよ揚げたいね。はい、あーこれは QQ カード売った1枚分だけですよね。ほい、お、弁慶さんはあぼ、あーラッキー、うん、これはもう捨てちゃいます。他の人お金持ってないからね。はい、で、特急カードね、コア7マスやから確率もあるほう、よいしょ、17奇数やったな、確率よしよしよし、いけるいけるいける、いっちゃいましょう。はい、あ、近い、いいぞ。飛び、おお、あー、まあちょっと近かったが、うん、足はその一発はないからね。あー、でもだいぶいいか、あ、やばい、買われるやん。おお、買わないんだ。よしよし、これはもちろんアッシュアーさんで、うん、あ、来た来た来た、これをね、あ、そう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 、そういうことですね。ここは21か、一発ボールはね目指すつもりないので、ちょっと粘りたいんでね、特急か新幹線になるんだけど、まあちょっと海渡る瀬戸内海渡らないといけないからね。あー、長崎もいいな。人吉は、あー、乗り受けがない。あやつにも行けるんか。よし、ここでこのね、乗り受け買っちゃおう。はい、あー、もう一丁か、よしよしよし、ありがとう。ただサイコロだと6になるから、ここは特急で危険にしてドン7。あー、いける、よしよしよし、いきます。3月でギリギリ来たな。あー、遠い。三の辺か、エンマさんでもまだ25マスか。なるほどね。あ、でも229億、まあ約230億残せてるから、収益含めたら300億ぐらいなのかな、これで。あ、そうか、富士山の方が高いね。はい、ということで、9年目の決算でございます。収益額が93億9760万ですね。
で、素資産は、1000億は言ってなかったか、926億8700万という状態ですね。はい、では、次回は10年目ですね。またお楽しみにしておいてください。それではさよなら。